タイマニン TV。 この番組は世の中にタイマニンを広めるをコンセプトに、広報とピコリの2人が楽しいと思うことを好き勝手にやっていく番組です。言っとるで。結構手だらけ、猫灰だらけ、タイマニンは汁だらけってね。アサギアヘアヘ、触手はニュルリ、雪風寝取りでこう腹もときた。正義正義は何見てわかる、正義かざして任務に行けば、潜入任務は失敗ばかり。ね、多くと一緒に食いつきたいが、あたしゃ一歩で息子が立たないよと来やがった。どう、まかった数字がこれだけ。どう、一声一万円と言いたいが、ダメか。8000、6000、よし、腹切ったつもりで4400円、持ってけタイマニー。広報の兄貴さすがっす。行こうよ、もう一芝居行こうやないか。はい、こちらの T シャツ、着るだけで誰でも鬼咲きらめになれる一枚となっております。あれ、ピコリどこ行った？インパクト抜群だし、ネタとしてもとても可愛いです。キララパイセン、ピコリ知らない？素材も柔らかいから、部屋着として着てゲームをするにもおすすめです。こちらのなりきりキャラ T シャツはリリースストアで販売中です。価格は税込み4400円となります。ピコリ？ん？さっきからどこ見てるの？男が見る膨らみは、大きな夢と、おで始まりで終わる、お前さんの将来。後方に、じろじろ見るな。見てください兄貴、決まったっすよ、爆笑の渦っすよ、これはもうやばいっすね。おう、この勢いで読み払っとったるで。兄貴、あそこは江戸ますよ。バカ野郎、エドウィンが怖くてタイマニンなんぞ名乗ってられへんで。さすがっす兄貴。あんなもんデータ削除で終わりじゃ。兄貴、ピコは一生ついていくっす。失礼するっす。オッケー。兄貴、そんなことよりデータ削除とか言って平気っすか？兄貴が削除されないっすか？ピコよ、たとえわしが削除されても、みんなの記憶に残るんじゃ。わしもただでは削除されへん。兄貴、ほとぼり冷めるまで、ここにこもっとるで。ピコもこもるっす。ピコ、見てみ。なんすか？わしらがここから出てこへんから、苦労も綿棒も焦っとるで。ほんとっすね、兄貴。間抜けずらっす。いやー、兄貴すごいっすね。兄貴結構すぐに入っていきましたね。本体の方に。なかなかにさすがっす、合体が。はい。いい。本日ね、まあとりあえずね。はい。やりきりましたね。まあね、一芝居打たせていただきまして。本当にね。はい。この話をいただいたときに、はい、広報にもできるのかなって、すごく不安だったんですけれども、主演の一緒に演じてもらえるピコリさんが、ね、私の相手役っていうことだったので、私もピコリさんになら、この芝居人生かけれるかなと思って。そして、監督に出させてください。私の方からお願いさせてもらいました。すいません。はい。ピコリさんと広報さんとの関係について教えてください。ごめんなさい。今はちょっと芝居のことだけでお願いしていいですか。すいません、すいません。劇場に関係ない質問はやめてください。お願いします。
シャク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 。すいません、すいません。はい。今回は射程と兄貴役ということだったんですけど、二人の関係点について教えてください。わかりました。お話しします。クシャクシャ。私たち結婚しています。はい。ね、まあそういう話も出たところで、そろそろフライデーに取り出さされる前にアイキャッチの方お願いします。タイムニンニュース。こんばんは、告知したいマニン広報です。こんばんは、告知したいマニンピコリです。それでは本日のニュースを読ませていただきます。ただいま絶賛配信中のスマートフォン向けアプリアクションタイマニンでサポートキャラとしてエミリー・シモンズ、伊勢のどかが実装されます。おめでとうございます。おめでとうございます。二人ともとても可愛らしいキャラクターですね。そうですね。なんと今回は、はい、エミリーちゃんとのどかちゃんからコメントと一言音声をいただきましたので、ありがとうございます。まずはエミリーちゃんからのコメントをどうぞ。タイマニン TV をご覧の皆さん、はじめまして。この度アクションタイマニンのサポートキャラとして参戦いたします、エミリー・シモンズです。エミリーと呼んでください。よろしくお願いしますね。私のスキルはホーミングドローンといって、ドローンを召喚して皆さんをサポートします。今回アクションタイマニン参戦ということですが、タイマニンといったらミス・アサギ。ミス・アサギの肉体を早く調べたいです。多量のタイマ粒子を貯める方法を見つけることができるはず。あ、ミス・アサギ。あ、失礼いたしました。ぜひ私を任務に連れて行ってください。皆さんの代わりにドローンでヘルプしますよ。いろんな方と組み合わせて任務に参加させてください。できればミス・アサギのサポートをしたいですが、お願いします。これで私のことが分かりましたか？え？分からない？アクションタイマニンでお会いしましょう。それじゃあミスター・コウホーとミス・ピコリちゃんのタイマニン TV を楽しんでください。また会いましょう。ありがとうございます。すごい可愛かったですね。そうですね。すごい、もうここもタワーで ね、もうぜひぜひね、ゲームで使いたいなって思いますね。そうですね、はい、審査がねすごかったです。はい、続きまして、はい、伊勢のどかちゃんから一言コメントをいただきました。どうぞ。タイマニン伊勢のどか、舞台に加わります。あ、画面は撮っちゃダメです。かわいい。かわいいですね。かわいいですね。仮面フェチなんですかね。そうなんですね。我々のね、面の皮の厚さもね、はい、コレクションに加えてほしいですよね。そうですね。なかなかにね、私たちのね、面の皮の ね、厚さは尋常じゃないのでね。大抜いでね。本当に。今日はね、アクションだけでなく、はい、RPG もありますよ。あるんですね。あります。タイマニン RPG からタイマ席プレゼントのお知らせです。わー、ありがたいです。皆さんが楽しみにしてるやつですね。はい、ご覧のシリアルコードピコリ、こっちですね、ピコリをタイマニン RPG で入力していただくと、タイマ席を3つプレゼントいたします。はい、プレゼント期間は本日から8月3日23時59分までとなっておりますので、忘れずにゲットしてくださいね。シリアルコードの入力方法は説明欄をご覧ください。いやー、今日はあれですね、可愛らしい子が2人も登場しましたね。そうだね。え、すごい、あれですか、見て、ん、可愛くない？うん、さっきの子の方が可愛かった。さっきのお二方はあれですかね、アクションタイマニン。そうです。初登場ですね。アクションタイマニン。エミリーちゃんはね、はい、ちょっと前に実装ストーリーに出てて、あ、そうですね。伊勢のどかちゃんが、今回初めてかな。あ、そうなんですね。かわいい。しかも、タイマニン TV が音声初じゃないかな。初！かー
いいですな。いいですな。もうなんかあのビジュアルといい、ちょっとね、可愛いでしょ。恥ずかしがり屋なとこといい、推しですね。推せるってやつでしたよ。ちなみに言うと、アクションが初登場ということは、今後、はい、そういう展開とかは、あ、どういう展開ですか？ちょっとあはん、ふんな。今のところ予定はありません。そうなんですね。でもなんかいいですね。あの、汚れを知らない無垢なダイヤモンドっていいですよね。各々の脳内の妄想で補えるってやつなんですね。そうですね。ありがとうございます。ユーザーさんもね、汚れない人が多いかもしれません。そうですね。汚れない人たちのね、あの心のオアシスにね、なることを期待していきましょうか。そうですね。我々ね、はい、水になりたいです。そうですね。ちょっと何言ってるか分からなかったんですが、本日のニュースを終わらせていただきたいと思います。水の呼吸で頑張ります。はい。いろんな人に怒られるのでやめてくださいね。それでは、以上、タイマニーニュースでした。お辞儀の呼吸。貝柱。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。タイマニン、タイマニン、チャンネル登録タイマニン、タイマニン、タイマニン、次の動画見タイマニン、タイマニン、タイマニン、君も今日からタイマニン、YO!